お、なんだ、バトルロイヤルチャプター4。あ、バイク、そうそう、バイクが追加されて俺ら仮面ライダーになれるんだよね、確か。仮面ライダーにはなれないけど、いや、なれ、いや、ライダーにはなれる。なんかバイクが来たよね、なんかジョンジおいおい、なんだ、なんだなんだ、なんかすごいね雪玉ダン、なんか謎に人形があるけど、なんだろう、あら、あら、なんか、あ、あら、あら、あ、止まっちゃったな、もう、あ、あ、止まってない、あ、止まるんじゃねえぞ、おい。新武器が追加されてんのかな、もう AK12 とかそういうのがもう出なさそうだよね。なんか、スキップしようかな、もう。もういいや。バトルパスは、もう購入しちゃう、ここで行くぜ、よしよし、もうここで、早速購入、よし、それ、すべては V-MAX のためだ、よし、行っていいよ、行っていい、ってさ。あ、来たけど、なにここ、なにここすごいんだけど、え、何？スカーの音するんだけど、スカーの音する、何？スカーの音する、新武器、あ、何これ何これ何これ、タクティカルピストル、元ネタは何だ、今度調べよう。やった、新しい武器にも出会えた、ついに。ま、新しい武器にも出会えることもまた喜びってもんだよな、楽しみっていうかさ。うわ、何今の、かっけえ、スーリルあるな。あ、エイミーだ、エイミー。じゃあ、とりあえず最初はどこに行こう。じゃあ、ここ行ってみるか。すげえなー、スリルもあるよ。なんか、暗いなー。すごい。まあでも、まあ絶対慣れよう、慣れよう。どんな武器があるんだ、今回。なんだこの、レッドアイアサルトライフル。何それ、何それ、変わっちまったな、てめえも、この星のやつらも、貴様も、変わっちまったな。あっ、よし、初のキル決めたぜ。これはウージーみたいなもんかな、このマシンサブマシンガン、なんだよマシンのサブマシンガンって、マシンガンなだけにマシンガンか、何を言ってるんだ俺は。アサルトライフル、あ、普通のドル、何これ、スカーじゃん、スカーじゃん、かっけえ、アサルトライフルっていう名前なんだね。え、ってことはさ、あの M4 みたいな感じ。DMR ある。すげえ。誰だなんだ一体。味方なんだよな。俺とは一緒に戦ってくれ。お前。すげえ。ボンボヤージ。ボンボヤージ。何このツインマグサムマシンガンって。サンダーショットガン。元ネタは何？今度調べておこう。何これ、俺こういうアクションやってんだよね。なんかこういう、こういうアクションするのが俺好きなんだけど。すごいな。だって結構変わったね。かなり変わった気がする。これも慣れないとな。慣れないとなって感じだけど。あ、矢があった。矢があった。M4 みたいなのないかな。待って、
めっちゃ変わったな。めちゃくちゃ変わった。やっぱり世界が滅んだだけに世界はとても変わっ、なんか見た目が変わった気がする。貴様はここでこいつの相手をするべきシステム。何これ、何これ、すごい、すっご、変わっちまったな本当に。本当にすごいな。まあここら辺はね、慣れればまたいいだけの話。地獄へボンボヤージ。何暴れてんだ。俺の狼が死んだみたいな。あ、バイクだ。変身しよう、変身しよう。なんか変身できないか、変身は無理か。バイクに乗るぜ、初めて乗る。迫る初夏、地獄の軍団。ライダージャンプ、ライダーキック、よし、金を集め、すげえ仮面ライダーじゃん。仮面ライダーだよ、もはやこれ。ライダージャンプ、地獄へボンボヤージ、クズが鋼鉄。俺はライダーで何のバイクに似てるかな。トライチェイサーとか、そういう、トライチェイサーじゃねえな普通に。どういうのびっくりかな。なんかよこそ、目がキラキラしてる。あっけなく死んだね。よし、じゃあもう一回行こう。さ、なんかすごいモーションが変わった気がする、このバトルバスの。しかもなんか形もなんかロケットっぽくなったね。なんかすごいわ。さあて次はどこを降りようか。でもなんか大地が本当に一部しかない感じになってるね。だからもうなんか真ん中しか残って、なんか真ん中っていうかさ、あの大地の一部が繋がったっていう、そんぐらいかな。すげえなー、ほんと人がいっぱいいるわ。 DMR マックスマンライフだ。じゃあとりあえずこのウージーの力を、ボンボヤージ。
おーもやーし。なんか、お前たちの怒りが爆発しすぎて、全部スローに見えんだよね。思ったけど、サンダーショットガンってどういう感じなんだろう。うぅ、痺れるね。これはなかなか痺れるよ。よし。サンダーショットガン。こいつ。地獄へ、ボンボヤージ。へおうおう。随分といろんなやつがいるじゃねえか。なんかやばそう。目がキラキラしている。ボンボヤージ。すげえな、スカーが持ってくるなんてね。うわぁ。すごいな。なんか誰かいた。とりあえず、なんかやばそう、あいつ目がキラキラしている。さするか。へへ。やったぜ。狼よ。吹っ飛んじゃってください。寒そうだね。こういう感じのところって。他にも人がいないかな、ここら辺。あ、なんか弾を回収する音も変わったね。地獄へボンボヤージ。負けてくるほど弱くて。さっきのボットがなんかどっか撃ってたけど、どっか敵いんのか。やばい、ストームが来る。やばい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 。チャプター4のストームは相変わらず同じ空気だね。前のストームと思ったけど、なんだろうね、このライトフィンガーとか。そう、拡張中と、拡張起動、起動。なるほどね。大体分かった。あ、トマトになった。いいか。医療味噌さえあればいいか。びっくりしたわ。さっき敵の狼がいたのかと思ったよ。マジでこいつらの元ネタ、唯一スカーしか知らねえっていう。あ、思った。これ滑りながらやっ、氷の上で滑りながらやったら間違いなく高速化するよね。マッハーのスピードだよ、まさにね。よっ、よし。あれ、なんか鎌倉みたいなのがある。あら、いいところだね。あ、そうそう、エクスキャリバーライフル。なんだエクスキャリバーライフル、これはまたすごい。
おお、なんか銃声がパチパチってんね。おお、おお、敵がいっぱいいるじゃないか。おいおい、チーミングかもしかして。何やってんだ。よし、とりあえず仕留めて。これ全員仕留めるじゃん。ボンボヤージ、ボンボヤージ、よし、ロケットランチャー。とりあえず海瀬のロケットランチャーじゃんこれ、すごっ。しかもこの敵めっちゃいいアイテム持ってんじゃん。すげえ、海瀬のロケットランチャーだ、これはすごい。ロケットランチャーだぜ。何あれ、何これ、ハンマーじゃん。ショックウェーブハンマー、ショックウェーブか。なんかすごい、ハイゴレの射殺。背後にはいない、だからハイゴレではない。とりあえず資金、資金じゃねえ、資材をゲットして。この辺敵いないよね、大丈夫だよ。何クラゲみたいだな。こんにちは、こんにちは、こんにちは。悲しみの向こうへとたどり、海瀬のロケット、あー、チャグスプラッシュ、チャグキャノン。なるほどね、そういう感じね。はい、ということでね、もう本当に変わっちまったな。チャプターもこの星の景色もに尽きるね。この言葉に尽きる。まあすぐになれるだろうなって思ってます。すごかったよ。はい、ということでね、以上初のね、チャプター4をね、初めてやる動画でした。んじゃ、グッバイ。